ね、ちょっとおしっこから戻ってきたらやりましょうかね携帯持っていけばいいのにねえ汚いでしょえみんなトイレ行く時携帯持っていかんのいや持っていくけど <laughs> 俺トイレ大きい方するとき絶対ね、こう携帯持ってくんやけど気づいたら3四4 0分こもっとるもんね動画見ながら、ね、なんかね、ジニーランドらしいですよ、そうすると <laughs> ごめんけど小学校のときからすでにジジャそんなイジメでもらっていいですかキレイジですかイボジですかあの、キレイジです。ウォシュレットがないところでうんこすると絶対切れます。痛そうです、ね。 でもないですよああいつもの感じだなとああ <laughs> いっぱい出たよかったですえ、二番さん一応点呼お願いします OK ですはいじゃあよろしくお願いします何もなければ5秒後始めます 来るわこの狼ももう、もうかんやだーやだよーうわ夜が来ました。目を閉じてください。 一番のおしっこは白、ろ。把握。<laughs> やば。<laughs> が来ました昨夜は誰も死にませんでした。八番のプレイヤーは出し,します。八番占い CO、ランダムで九番が白、ランダムで九番が白です。把握をお願いします。えっとね、まずね、もうレナに関しては絶対。 絶対に潜伏やめてください。もう絶対に。はい、念押しします。潜伏員何乗りもないと思ってるんで。んで、次にカイドに関しては、そだもう自分の位置でも C 出しますね、自分が。はい。うん。かな。まあ、あとまあ、はい、この時から、まあ、なるべくね、要素を落としてほしいと思ってますね。まあ、要素っていうのは、要は白い位置、黒い位置、あとは占い審議かな。うん。まあ、自分が一学しちゃったら、まあ、それはそれで仕方ないけど。って感じですかね。 はい、以上。ランダムで9番が白。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。占い師です。占い師。2番さんが白ですね。2番さんのおしっこは白でした。あー、ちょっとこれが言いたかった。<laughs> えー、8番さんに関しては、まあ、そうっすね。まあ、レギュレーション的に、えー、っと、占い師に白をぶつけてしまった狼かなって感じですかね。まあ、これは、 割とありがたいかなって感じですね。はい。で、そうだな。占い師としての進行は、カリー色出てほしいですね。カリードは。絶対で出ない方がいい盤面以外は、出てほしいですね。かな。あとは、そうだな。まあ、グレー性差を一番優先順位高くして、 私も喋りたいし皆さんもそうしてほしいですかね1番のプレイヤーは発言してくださいはいよろしくお願いします村人陣営です8球で出るって面白い展開じゃなって個人的に思ってますねはい。8目線っていうのは9が強靭になるといことですよね9目線は8はどっちかわからなみたいな感じだね9番が狼だった場合 であんまり出てくるかなと思うけ九9番って、まあ、あって強人なんかなっていう感じですかね。まあ、8球に関しての真偽はまだ分からんって感じですけど、うん、な感じじゃないですか。なんか分からんけど、3CO になりそうな気がするんだけど、なんかしそうな気がしませんなんか楽しそうですね。<laughs> まあ、でも、3CO 苦手なんで、3CO 盤面。もうすぐ 3CO、かさんって、あれなんですかい、まあ、そんな感じですかね。8級に関して言うと、中国地方のまりないよね。まあ まあまあまだわからんって感じですかねはいさよならバイバイ 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,ださいはい <laughs> 占い CO1 番さんが白 <laughs> 占い CO1 番3白ですまあなんかもう慣れてますね 3CO ってなんか作業芸みたいになるからなんか嫌やなーっていう感じですね 8番3から見たら僕が狼、えー、9番3から見たら8が狼、まあ、どっかでもいいっす、賞味。ほんまに狩人は。狩人と霊能に関しては、二、あ、巡、のー、目、8番3の位置になった時に一斉に出,る出れるもんなら出てくださいっていう感じですね。はい。特にこだわりはないです。ただ単純に、どっちが今、ロー、どっちが共鳴っていうのは、 何とも言えないところなんでまあまあそれも含めて考察していけたらなと思っています以上3番のプレイヤーは発言してください,ださいはい霊能者なんですけど、うん、なんか盤面すげえなと思っててただその中でえっ、ー、と2番さんがまあどっからでもいいよっていうのはちょっとないかなと思いましたかねうんなんか2番さんからあんまりやる気を感じないなって率直に思ったのと まあ、あと1番さんに関して、その、まあ、2番さん出る前の8、9、2最初の精査なんですけど、うん、1>, 1番さんって、あのー、9番さんローだったら出ないよねって発言なんだけど、あの、普通に多分出ると思うよ。9番さんローだとしても。って思ったかな。逆に9番、強人だけ俺、ないと思ったんだよね。うん。仮に9番さん強人で8番さんンって思うんだったら、対抗絶対出るから、普通に9番さんで黙っておけばえ、対抗出た場合って、絶対、初日大体クロス占いが入ることから、まあ、9番さんって確証になる位置だから、 普通に9番さん、強靭はないと思うけど、俺。そこで1番さん、9番のこと、強靭じゃないって言ったのが、若干の不可解だったかなって思ってます。以上。4番のプレイヤーは、発言してください。一番締めな言のは8番かなって思っている。8番の発言で、俺、これ、俺のほんまに聞き間違いか、そのただただばって言ってしまったんだけか分からないですけど、うん、占い審議って発言あったんですよ。うん。 9番さんが強靭っていう線も全然あり得ると思ったわで。1番さんに関して、うん、<coughs> その発言、うん、聞いてっていうのやったら、8、9の精査をした上で、どういう発言したかっていうのを聞くべきだと思っている。で8番に関しては、出てきて、出てきて、出てきてとしか言っていない。盤面からほぼほぼ俺偽だと思ったんだが。うんまあ、そこに関してはスキル差はあるが、 1>, うん、1番の9番がローやったら出てくるかっていうセンサーが正直違和感でしかなかったね。うんそんな感じです。2週目しっかりこうあの発言聞いて考察します。以上です。5番のプレイヤーは、まあ、発言してください。まあ俺は4番とは違って4番最後に盤面的に8番が新名がないと言っていたが、まあ8番は 盤面的な新目がないんじゃないかなと思っていて、あの8番目線って9番が強人で、9番強人から囲われていて、2番狼が出るのかって言われたら、俺はあんまり出ないかなと思ってる。これは主観の押し付け。だから、あんまり8番が盤面的に真には見えない。別に、あのね、言葉にはあんまり俺は違和感は拾ってなかった。だから8番は微妙かなって思います。盤面的にね。はい。い まあそのぐらいかなとする情報は別に1番、4番って色落ちしてなかったしって感じですね。はい6番のプレイヤーは発言してください。はい、どうも、まあね、人間魅力マイナスの6番ですけど、まあ、僕、結構ね、霊能部屋で決め打ちめちゃめちゃ強いんで、決め打ちしていきますね、この盤面でも。 占い師に関しては、まあ、盤面的に八幡さんの新名がないって言われてますけど、僕、二番さん多分強人かなと思ってて、まあ、これ三番も拾ってたんですけど、あんまりなんか新名取る気ないし、どっちにでもいいんですよねって達人残してるから、二、うん、番は八幡のこと狼って分かってるから、多分2周目で確実に9番押すんじゃないですか。うん、はい。強人目線って透けてるんで、二番が強人としたら八番が9にしろやから、その時点で八番が破断すれば9番が新っていう考察なんですけど。どうですか、うん、はい。グレに関しては、まあ、4番、まあ、5番、 まあ4番ちょっと押し付けかなと思いましたけどね。5番に関しては盤面整理。まあ、盤面的に8番のが見せかなっていう感じかな。まあ、もう一回聞きますね。一番差し白いと思うよ。3章の権にしてるからね。7番のプレイヤーは発言してください。さい8は全部あると思っていて、9人は新郎でしかないかなと思ってるんよね。新郎。2番強人やったら、 2番狂陣やったらなおのこと出てこんのやないいや出てくるでしょ。うん助けに来たんでしょう9番目線だと8をもうこの状態だったら黒やろで 2>,、うん、2番目線あ違う8目線も2が黒やろ うーん、どっから釣ろうかな ?3 番どっから行きたいんやろうね俺9が1番締めないなと思った時に9の色見たらはっきりするんじゃないかなと思ったんやけどね。え<っ>8番のプレイヤーは8ゲーれのスーラー。どっちかなワンチャゃ2番がオオカミという可能性があるんだよな。俺もせん9番、9番、2、3、進路。どっちかなオオカミ。だとするのはじゃあ2番かな いやでもどうだろうな、2番が単体狼で、あの時点で、うん、いや、でも、はあ、3番さんのあの時点での精査をつのぎ、一番しっくりきたんでね、3番さん目線で、それ番あでも、まあ、俺目線って2番さん狼だけど、その3番目の盤面的な精査、3番さん視点で2番さんっていうのがワンチャン強靭があるんじゃないかみたいな、そういう精査よかったから、難しいな。 2番が狼だとして、自分がワンチャンね、心、いやでも、そうでもないな、でも2番って。むずいな、2番、3番の審議が。明日、来る結果ってくれたら楽なんだけどな。あまあ、2番、3番、二番、三番の発言どっちか聞くわ。まあ、2番行くけどねでね、一番発言がおかしいなって思ったら4番ね。あのさ、4番さんってさ、俺がさ、何 俺が占い審議をどうこう言ったから、だから9番さん審は俺狼っったけど、ごめん、その4番さん審議の,の占い審議とで、その終着点ってのが9番さん審の8番さん狼って言ってる理由が全然わかんなかったです、4番さんって。まだ5番さんの目線のして、なんだろ、生産の仕方ってのが良かったかなと思ってるかな。うん、5番さん的な盤面的に俺のが審がない。まあ、盤面的に確かにそうなのかもしれないけどさ。ただ4番っていうのは、4番、んの俺の発言を取っての なんかすっげえ人に感じたんだよね4番ってうんかなはい以上あっカイドはねもう出てこなくていいです出てこなくていいはい以上まあ今日二2番さん3番さんのケけんどっちか聞きます9番のプレイヤーは発言してください8番さん目線って私白でしょ私強人でしょってことは占いに絶対オオカミが出てきてるんじゃないのそのの精産もコミでーしなきゃいけないんじゃないの で、かつ、明日黒結果が出たらいいって発言したけど、あなた目線黒結果はほぼほぼ出るんじゃないのあなた目線だけの話になるけど。白結果が出る可能性があるってことは、それ自分が偽ですって自白してるようなもんでしょ八正のシーン切れませんかねこれね。で、あなた目線2番が黒ってもうほぼほぼ濃いんじゃないの,あのもう八番目線での話でしかないけど。 これ芯切れないのかね。カリードは出てきて欲しいですね。まあなんか宗教の違いかもしれないんですけど。私は22だったら出てきて欲しいかな。で、えー、っと、2番さんに関してはもう完全に 3CO に持っていって、えっと、2番ちゃん私を連れたらいいんじゃないかと思った狂人。で、えー、っと、2番さんの自身の狂人が、えっと、 村全体で透けてしまってからスラしたって形が納得ですよね。2番さんは私から白出ててスラするメリットって何なんですかねそれを説明できなければ2番さんは偽ってなりますけどね。だなね。えー、そうですね。まあ、6番さんの強人目線に透けてるって発言が一番的確だったかなって思いますね。 えーっと7番3目線7番3目線は急2は進路だったらあーまあまあ展開変わってるから7番3目線92の精査どうなったか教えてほしいかな1番のプレイヤーは発言してくださいこれはもう圧倒的に Q が進者とわしは思うんだけど2番が進ないじゃんだって霊能で 3C4 にする意味って全くないけ 2番は狂人だろうなって思って、で、9が真、8が狼っていうふうに考えると、8の相方を探すってなると、4、5、6、7どっかにおるってことやろ ?7 番さんは、えっと、9の狼があるっていう話しとったけまあ、どうなんだろうな。4、5に関してはまだわからん、正直。4、5。ただ、6番さんは、なんか、 いいかなーって思ったぐらい <laughs>。ちょっとごめん、伸びてなくて。ただ今日は2から詰める。っていうか、もう3級新進行でいいんじゃないかなぐらいにちょっと思ってしまったんだけどね。はい、今日は2から 2> じゃグレー詰めていいんじゃないの ?2 番。チェックローっぽいね。発言してください。あのー、まあ、俺がでんでストレスになるかっていう話に関しては。話になるね、だってさ、つまんないじゃん。例のって。 大体いいは初日に2枚が出ちゃってか、あのー、結局ーー。でも3週目で出るのはもっとつまら2日間ぐらいの命じゃん。もっとつまらいそれがなんかつまんなかったんで、うん、せっかく白をもらってるし、3仕様にしてワンチャン、ね、その2巡目の8の位置で出てくださいねって言った時にスーラして1隠したらいいなと思ったからそんだけです。で、僕が巨人やったとして、じゃあ8、九が出てて僕が出てきて、あのー、次殺してる方がマシじゃない普通に。 それやったら。だし、別に、何やろ、例のすらして、狂人ってなってるのが、ちょっと分かんないですね、自分的に。まあでも、まあその相違で、そうなっちゃったなら仕方ないかなとは思うんですけど、ね。 まあ、とりあえず、あのー、8級の精査で言ったら圧倒的に9番の方が新目で8番さんの,その言ってる目線が意味わからん話は9番さんが突っ込んでた通りで1番さんが、えー、8の相方位置としてはふさわしくはないポジションだなと思いますね3試要件懸念できてたからね相方としてそのなんか連携が何やらかんやらで1の相方はないんじゃないかなって思いますね やろうな6番がなんか臭かったよな。なんでそんな透けるんやろうと思って。なんで俺が強人っていう視点になって、そこから話を進んでいったんやろうって。不思議やったですけどね。喧嘩割りってのは強ムーブルです、ねまあ、俺の目線の話ですけど。<laughs> かな。まあ、そんな感じです。まあ、僕から行くっていうんやったらもうしゃあないなっていう感じですね。まあ、ロラしてくれるんやったらの話ですけど。 3番のプレイヤーはいねまあ、発言してください。まあ、ほぼほぼ2番さん、強人かなと思ってますね。生存意欲全くないし、グレー生産も全くないから2番さんに言てくれかなと思ってますけどね。9番さんに接種されてるにもかかわらず、2番さんで9番さんのことしんって言ってるからね。多分2番さんはおそらく強人でしょう。 ええー、そうですね。プレな、アスタで、ーなんで2番さんに言っとくと、6番さんが、えっ、ー、と、二番が、なんで6番って自分の強靭つけてるのって言ったけど、あのー、2番さんちゃんと話聞いた方がいいよ。あなたが自称、霊能って言うんだったら。あの、6番さんって、あのー、俺が言ったことを2番さんに対して言っただけで、2番さんって結局、あの、三振用の時に、 2>, 2番さんって結局、なんか8、9どっちでもいいよーみたいな感じで言ったから、そのどうでもいい感じが、えー、と6番さんが2番さん強人じゃないって言ったんだけどね。いや、それは違う、ね。だから別に2番さんが6番さんに対して透けてる透けてないっていうのはね、あの違うと思うよ。いや、8が9に白出してる時点はその辺<は>、はい、っていうところでつ、ね、透けてるからね、それは間違いじゃない。で、そうですね、でグレーがね、結構難しいんですよ。4番、5番。 4番さん5番さんが、8番さんが、新目ない、新目ないって言ってる精査で、まあ、3、4の盤面でね。うん、結構、それしか要素って落ちてないよね。4番さん5番さんって、うん。で、6番さんが、えー、っと、1個だけ引っかかったのが、まあ、例の決め打ちでもいいんじゃないかなって言うんだったら、俺決め打ってくださいっていうのと、 あとその1番さんは白い理由が34、うん、の懸念したからって言ったんですけどあの34の懸念したから1が白くなる理由がちょっと薄いかなっていうところが結個気になったかな、ね、これ例のローラーでいいのか、うん、で7番さんはま盤面などとだけっていう感じ8は全場って2強は進路だよねっていう精査ね、うん、まあグレーの,あのグレースケール聞いてからって感じかなグレーのグレースケールとあと占い精査って感じかな、まあ、今日とりあえず水目でお願いしますいや 1, 1の話について言ってみた4番 のプレイヤーは発言してください3番3視点で言えば、それやったらば、2番3マックス強っていう見立てなんですよね。やったらば、別に2番3そこまで詰めんでいんじゃない ?3 番3視点、それやったら8番詰めたらいいんじゃねって俺普通に思ってんけど。8、3はないです。それやったら9番3強靭で2番3狼オ戦っていうのを考えてるのかな正直意味がわからなかった、3番の精査で。うん、俺は3番3行く予定うん、今の発言で。で、<laughs> その6番さんがその1番さんを 3C を懸念したから白いっていう理論が全く意味わからんのと、1番さんが6番はちょっと違うなっていうのは意味がわからんかったの。うん。で、8番の精査でもう全然新名やっぱないよね。うん、4、5、6って、で、8番の新名がないって言ってるんですよ。やったらば、一番最低圧の6番っていうのが一番黒くならんか。うん。 だって、8番さん視点、俺はこういう理由で、こう、新芽がないと思いましたって言ってるんですよ。で、雑に、雑になっていくのは6番でしょ。うん。で、4号の精査もなし、ほぼほぼ最初の初集でなし。うん。あのやったらば、別に精査できたんじゃねえの。うん。で、2、三の発言聞きますやったら、2番さんマックス、まあ、その9番さん強靭なんでしょ。やったら2番の囲いもあるはずですよね。うん。 やったらその精査も絶対しないといけないんですよ。だからトータル的に8番さんの新名がないんですよね。うん、で、3番さんの新名がもうなくなったね、俺的に。うん、2番さん今日って思うんやったら2番さん詰める必要性はないから。だからその盤面で言えば8番詰めが正解です。3番さん視点で言えば。だから3番さんの新がない。いっていうところは俺は3番さん行く予定。うん。以上です。まあ、間違えているけど、三。のプレイヤーは。 い別に間違ったことは言ってないの、ね、で2番から詰めるんだけど、まあ、8番を殺す推理として8番下って9番巨人で2番3番が狼で、えっとね、4番5番6番って8番を殺す推理をしてるからあの2番が、ね、わざわざ人狼で折れる必要ないから、まあ、結果的に 9進2強8路3進で騎士が露出しててで9番の占い位置でえっとね騎士が露出した場合に1個色つけてあと三グレーで考えればいいかなと思ってます3番9番新進行で2八詰めて1個色つけて騎士出してが強いと思いますね1番28進行がね1番3番とは目線はがその視点がえっとその進行が出てこなかったのが若干気になっていて4番は3番になんか求めすぎかなと思ってますね別に2番詰めてもいいと思ってる なんならばあの9番の二世協をするんだったら2番詰めだから <coughs>、うん、いい8番がやべえしんだったらっていう考慮も考えて3番って多分考えてると思っているから別に3番の取ってる進行は何らおかしくないと思っているので4番の3番は求めすぎかなと思います、まあ、6番ならば2目かなと思っているんだけど自分はスムラオス化します<ー>これが一番勝てると思います8番と2番のニセシ進行を唱えて、えーっとね、9番と3番の新進行で騎士が1個出てグレーに1個 まあ白でも黒でもえっとね1個色をつければいいと思ってる。黒だったらもうゲーム終了だしって感じですかね。<laughs> はい、以上です。6番。グレー詰めしてく,れーのくーは発言してくだちゃうん。正解。今日グレー詰めましょう。<お>僕ずーっと言おうと思ったけど、えー、グレー詰めした方が強いですよ。僕、スむらね。えー、らもう皆さん頭が弱いから、柔軟にじゃあ物事を整理してあげるけど、まあ、まずじゃあ1番さんの1で、例えばこの盤面霊能が新居。 占いが進路だった場合って、まあ、8番の二戦目が高いから9番、進8番、ジーの時に1番がその1でえこの盤面って面白い盤面になりましたよねあ三参王になるかもしれないっていフレーズ言いますか ?1 番さん、オオカミで逆にじゃあ占いが言ったら進路盤面で心境盤面になった時一1番さんが後者に相方がいる状態であこの盤面面白いですね参王になりますねって言いますか言わないですよね。はい、普通にその 自分がもし仮に人狼、占い師、スムラになった時の、自分のなった時の想定の場面考えてください。その時にフレーズが出るかですよ。出ないですよね。だから僕は1番さんが出ないって言ったんですよ。で、2番さんの位置で、初周で正直その盤面で占い師を提唱して、3章の時に明らかに僕が言った、透けてるんですよ。だから2周目で言うと思ったから僕、圧力かけたんですよ。8、1の視点はないのはい。で、8、9だとしたら9番の方が新面がある。2番、3番に関しては正直分かんないですね。 この盤面で、例のを提唱するんであれば、カリドてグレー詰めです。うん、9番、シーン決め打って、カリドは9番5入れて、占った勝ちなんですよ。ぶっちゃけ言っちゃったら。はい。だからその盤面でだから出てこないから、5番で出たんですよ。OK?5 番白いから。1番も白いから。だから4番が7番です。叩き方的に7番が結構強引だったから、それはどう見るかなんだけど、4番の方が臭いから、多分明日4番裏になったら黒出ますよ。はい。それだけ。僕は多分8番が狼で9番がシンで、2、三が信教で、4番が狼です。 はい、4番は君オオカミだよね君に僕に黒の煮つめっていいよ殴り合おうぜ 4, !4 番さん君絶対人狼ね。ねはい今日グレー詰め。4か7どっちか入れるわ。はい4か7ね。以上。7番のプレイヤーは<あ>、まあ、発言してください,いや。多分8番の相方やったら4番が一番なくないか。<laughs> 4番って3番が死んだった場合って2番ってもう強人やろって9番。<laughs> 三、えー、番の精査に二番って巨人って置いとるけんが、だったら8つめれるくねっていうのよ。四番の相方、八、えー、番の相方、四番が自信の相方を一発目に釣り寄す行動なんて多分せんと思うけどね。うん、もうそこ違うなと思ったんやけど、六番さんに関しては。 まだ2番のシーンもまだ終えるくねって思ってるんだけどね。俺、なんだったら8番が、えー、8番オオカミ、3番狂人、9にシかなって思っとんやけど。2番がオオカミだった場合、絶対スライド戦でいいやん。で、2番が狂人やったとしても、8のシーンが分かったほうけん九9釣り寄せばええやん。2番がスライドするメリットがないと思ったやん、ね。陣<ー>がやった場合。なんでわざわざだんと思ってほしい。 多分2番が新やろうねと,思っとうでもし2番が新やった場合で8級が両方ともに8番巨人9番オカミで出てきた場合って2番目線で3から7にもう1人占いがおるんよねそれが出てきた場合って2番一近してなおかつ後続で 4C4 目で出てきたやつって一番真っぽくねでも2番の方が新と思うけど普通に3番冷たいし8番が偽だなと思っとる理由に関しては8番って23 どっちかを落として黒出してくれたらいいなぐらい言い寄ったんよ、ね。何出してくれたらいいなってどういう感情なんと。さん人いる狂人に、まじでも言えるんじゃないかなと思ったんよ。グレイズ見てくえ、俺、3から行きたいんやけど、普通に、はい。多分4番の黒はないよ、8ください。でも8狂人で見てるのだったら4黒も悪くね。 なんか言ってることが、えー、でも1に入れても多分集まらんよねこれあ,あやだ !4 に行くか 2>, 2番のプレイヤーが選ばれました2番のプレイヤーは発言してください。 まあ、こればっかりは <coughs> 仕方ないです。自分のちょっと雑すぎたムーブのせいだと思うので、文句は言いません。ただ、6番と7番が圧倒的白いかなって思いましたね。そのまず6番さんの言ってた理論が本当にね、だいぶ真っ当でね、狩りが出てこなかったんで、もう2、3でランするしかないんですけど、今日に関しては。一番一致するな、6、6、7、6、7、7。いが仕ってたと思いますね、6番さんは。 ほんで、7番さんに関してはね、僕がね、あのー、このムーブに関してどういうことやったんだっていうのをね、のいのんの僕よりもっ企画に説明してくれて非常に、なんだろう、あ分かってくれてるなって思えたんでね、うん、しろっと思いましたね、普通に。この人たち、白いなーって思いました。 でまあ、ただ、もしね、まあ、皆さんの共通認識として、8、九が新郎で、さんが新京で、えまあ、明日は9番新で決め打つ、3番を死で決め打つ、2番は狂人だというのであれば、もう正直それでも構いません。うん、なぜなら、それは9番さんが別に一発で黒厚さえくれれば、もうそれでいいわけですから、2、3の審議なんて、ね。って思うんです。はい。だから、まあ別にね、9番さんからしても僕は新京なわけでしょ。俺4番さん占ってほしいです。9番さん。 7番よ4番で狩りはもう普通に9番守りでいいし別に4番がかまれに書か,かれたところで別に痛いとこはないんでうになり賞味。って思いますね。だって何が今先決かなって思うと別にさんで審議つかなかったとしても <laughs> なんなら僕が偽で見られたとしても皆さんの共通認識で9番が死んだと思うのであれば別にそっちでいいかなって思うので。ね。だから別にもう9番さんが。 黒さえ当ててくれたらここの審議に関しての考察はいらないかなと思うので。皆さんはニーサンヨリモ。イチカロケノイロみたいに、ね。メオトジテクルサイ。ウランアイシワシンギのロクスカマー。6色 じゃあ1かな。 レー名の提案が出て一瞬白く見えたけどまあでもこれオカミでもできるからな、まあ、基本マイナスの要素の方が大きいかなプラスの要素は別にないかな六番さん強人目線つけてるぐらいの発言かな昨夜死んだのは7番 8番のプレイヤーは発言してください。<laughs> マジか、サムさん2か回、じゃあ、サンマさん狼かー。いやー、やられたわ。7番さんなってしまったわ。うんいやー、マジでさー、7番さらけんの発言っておかしいぞ、マジで、本当に。うん 結局、俺から冷たい。で、七番ん目って九番さんと二番さんが真にずっている。え、2番んあの発言。を聞いて七番本当に番って、二趣味に関しての二番さん三番さんの発言を聞いても、なお、三番、さ番が偽っぽいと思ったの。俺は三番さんが真っぽいなと思ったからこそ、俺は二番んに言った。いや、俺が関して、1種に関しては分からなかったんだよ。例えば二番さんが単体で狼で、九番さんという狂人から囲われている状態で、じゃさんがスライドするのか、狼で。 が分からなかったし、あの時点で2番さんと三番さんは好きを取っても分からなかったから、だから俺は2番さん、三番さんの2種の発言を聞くって言ったのね。うん。なんか9番さんってそれでなんか俺が失言って言われてるけど、何の失言だろうか。いやー、27かなと思ったんだけどな。7番って俺から冷たい。じゃあ、だってさ、7番さん目線ってさ、まあ7番さんも知る結果なんだけど、だって7番さんその直近の6番さんが違和感持ってるんだったら、 ほらね、その6番さんのその8音のつなぎ方が分かんないんだったら、じゃあ7番さんって、次明確に6番さんって黒く映んない、7番さんって。なんだろう、その7番さんの説が違和感があったからさ。いや、マジか。2番狼カミの。ああくそ。今日は絶対3番さん詰めます。今日絶対三番さん詰めますね。はい。絶対明日黒見つけます。絶対に。はい。いや、まあ4番さけの意味は分,分かんなかったんだけどさ、直近の七番さんがもう黒すぎて俺して。 27かなって思ったんだけどな、急遽のミスター、今日3番さん詰めます、以上9番のプレイヤーは発言してくださいいやー、村の信仰が弱すぎる、あ弱すぎる、確かに言うしかなかったの、誰か言ってくれると思ったんだけどな、まあ、6番さんが唯一言ったんだけどグレー済みでしょ、特に1番さんはさ 私のことを真で見てて、八番さんのことを狼で見てて、二番さんのことを狂人で見てて、そこまで言えるんだったらグレー詰めすればいいじゃん。私目線のグレーを詰めて、占い幅を狭めて、ね。で、カリド出して、カリド出して、グレー幅、私のグレー幅を狭めて、狼当てれる確率を高めて、で、明日、私が狼、えっと、初日にグレー釣って、その結果が、えー、白白だった場合は、えー、っと、八番さんを詰めればいいじゃん。私の占い結果は黒だったらそこを釣ればいいじゃん。 弱すぎるで。6番さんはね、その提案できたのはめちゃくちゃ良かったんだけども、えっと、まず1位が狼で、相方、後に相方がいる状態で 3CO って話言うって話が引っかかって、一18の視点ないのって思って、すごいよく分かんなかったのと、4占ったら黒出るっていうのが4、釣りの視点ないの ?4 釣り7占いとかまで言えばよかったのにと思って6占いましたが、白でしたね。 一番さんからその提案が出なかったのがおかしいのと、えっと、18で狼だった場合、えっと、3CO になるかもねって発言をしとくと、えっと、狂人が 3CO 目で出てくる可能性があるのよ。で、実際に2番さんが出たっていう構図が一番自然じゃないだから昨日は1釣って6占いっていうのが一番良かったんだけど、グレーに入れるのが6さ3しかいなさそうだったから、まあ、せめてグレーを釣、えっと、れる可能性がある4番さんに入れましたね。 4番さんのことはそんなに、えっ、ー、と、黒だと思ってなくて、感じですね。もう、3んらつらざら。いや占いの真偽分かってるのはグレーズただよ、絶対。9番さん、めっちゃ求めてきますね。いや、ダメですよ。いや、あのね、9番さん、わしらは何もないんです。能力も何にもね。無職なんですよ、ある意味。ね。 カリウドが温度取らんと、それは霊能から鶴に決まっとるじゃないですか。4番さんがカリウドだったらどうしてくれる思いませんえ、その懸念がない9番さんって結構今んないかなってちょっと思っちまったんだけど、言ってんだえ、だって普通そうじゃないだって分からんくない誰も出てないんよ。なんで安直にいけるんってわし普通に思うんだけど。じゃあグレーで。じゃあ4番、6日セクサしてんで、カリウってるで でも今の9番さんの発言きました。1詰めて、本当は行きたかったんだけど、言うて。で4の黒要素を上げてない。で、4は釣れそうだけ四4行きたかったって。うん、9番さんって狩人出してくださいって話はしといんよね。にも,、ねね、もかかわらず、狩人気にせずグレーから詰める進行を9番さんがやっとることに、ものすごく私は矛盾を感じるんだけど、それは1が言うべきでしょう。どうなんだろうこれ、村目線どうな私すごい気になるんだけど、どうなんだろう なんか、わしわからんくなってきたぞ、89が、正直。どう思います皆さん。わしはもう安定進行が好きかもしれんけ、別に3行けばいいんじゃないと思うけど、普通に。ただ、わしにはわからんのよね。だって4が狩りうの可能性ってないですか普通に。って思ったけど。 で、6番さんがめっちゃいいみたいな感じだったら、9番は6番別に占うんでいいんじゃないって思ったし、普通に。言ってってねだろまあ、そんな感じですかはい。今日は、さん、なんか、九まあ、まあ、どうなんだろうなぁ。悩む。以上。3番のプレイヤーは発言してください。さい,いや、あの、言っとくわ。ここで3詰めはマジで弱いよ。 それだけ言っとくわ。2番さんのシーン切れない人はやばいと思ってるけどね。2番さんの昨日の遺言聞いて。2番さんって結局周始さ、ロラかけてくれれば全然大丈夫です。それしか言ってないよね。結局。うん。で、1番さんさ、8番さんのシーンって終えるわけ ?8 番さんって今日結局さ、まあ、8番さん目線って俺にせって分かったよね。 うん、八番さん9色出てるから、八番目線で結局二三に進路が出てる中で、俺が二番3白見えてるから、八、まあ、番三目線俺が偽っていうのはわかるんだけど、でも結局八番さんそこからの展開ってないんだよね、結局。いや、三番さん偽かーっていう感じで。うん。で、結局じゃあ8番3目線九9色だから九番強人じゃあオオカミどこですかって話なんだよね。じゃあ俺ルナイどこですかっていう話。そこまでしてないんだよね、八番さんって。うん。いや俺が偽なの分かったけど、八番さん目っ俺オオカミだよね。うん。 俺が2番3、4、4、出てるから、8番目線俺狼になるんだけど、じゃあ私の相方どこですかっていうところまで精査を全く落としてないんだよ、8番3って。それなのに1番3って9、8で悩んでんの、うん、うんこれ8、1ですかねえ。ね 1>, 1番3ね。8番3って狼探す気全くないけど、うん、明日黒を見つけるんでって見つけられなくないでしょ。そんなもん、グレー精査全くしてないのに、8番3目線の。うん、それで1番3って8、9精査悩んでんの ?8、1ですかねえ、8、12強ですかこれ。ねえ。 4番さんも4番さんで3から行く理由がなんで3番さんは8いけないでし行けるわけないでしょそんなもん8級の審議なんてまだ昨日の段階ついてないんだから確かに9番さんの方が進歩かったけどただもし8番さん白結果をした場合ってやばくねって思ったんだけどだからそれで4番がいや3番が8いけないのが謎だから3番から行くってのまあ不当オブザ不当だよ4番さんうんそれ5番を正してたけどそれはマジ不当だよ求めすぎ4番4番のプレイヤーは 発言しててくださいいいじゃねえのってで俺正直6番っていうのはあの、まあ、グレ詰めっていうのはいい視点だがその新郎ケアっていうのはないんかな新郎新郎っていうケアもあってもよかったと思うだからそうなったら急にでそんな変なことやってるんやったら2番がオやったらそんなめちゃくちゃすぎるでしょそれやったら8番つりこしたらいいでしょ、うん、で8番に関しては全く締めないでしょ7番占いっていうのは8番視点では絶対ありえへんと思う やったら、八九で精査し、あの、九番が、最後にすればいや、真と虚。で、やってたとして、七番うら、占いっていうのは、絶対ないよ、八番視点で言った。た九番さんが七番占いやったらまだわかる。うん。ただ、だ、相対的に考えて、だから、八番の新目がないよね。で、一番さんの、この九番さんの、あの、新下げ。全く意味が分かると思ったね。うん。 <coughs> そんな感じかな。やったらまあ、俺、正直だから、その観点とかいろいろ考えて、だから、2、3の、で、3番の違和感感じたから、俺は3番に入れる。うん。だって、9番さん、新進行で行ってるんやったら、らね、別に、じゃあ,あ、2番さん、マックス強ですよね。それやったら、3番さん、視点で言ったら、8番詰めたら、ほぼほぼ価値確に近づくっすよね。 八爪だ,けはだから4番さんの新目がないっていうのね。う,ねうん8爪だけはないですけどね。うんうん、そこ以外は楽しいこと言ってるで。で、1番さんの視点は全くおかしいと思った。で俺9番さんは新と思っ,てる思ってるからこそ、6番さんは白だと思って白。角でいいと思っている。うん。で、あのもう1番難しいから言うね。もう俺もスムラね。スムラ。うん。俺は8番から行く予定。以上。七カリさん。5番。 今すかす必要ある発言してください <laughs> まあ、ラスール一応なんだろうけど4番が今3番の振動ケアをして8番にってのは謎3番の理想をテラのね昨日までだから謎かなと思ってますねはいまあ8番詰めるんですが81か84の推理を明日しようかなと思っていてこれは6番との思考のすり合わせ絶対に9番かまれると思ってるってか7番が来でしょう6か七らと思う,思うけどね あ俺スムラス化したからで4番もスムラス化したでしょう。で1番もスムラス化したんだよね。カリードじゃない。進行権が取れないって言ってるから6番か7番なんだよね。で確定的昨日9番越え入ってると思ってるから9番噛み抜かれるんだよ。だから1番と4番のスギをしようかなと思ってる明日。 8番新規、れる8番7占いが真れる要素だと思っていて、あと8番、それも3番が言っていたが、8番から見た視点で9番強靭3番が必ず入りいや、今日8つあるなら昨日グ今日8つあら昨日グレー行けよ。1番はないから1番5番の推理をもっと重点的に置か行うべきか,、ね、か,かなと思ってますね。えっとね、そうなんだよね。うん、今日の視点でね。 昨日は君は2番が2色だと思って2番が白ローだと思って2番を釣ったんだったら別にいいけど、じゃあ今日の試演で3番から見,てて見た試演で4番が3番と寄付してるからまあ安直に言えば4番3番切って3回地、え3番か5番の推論をしなかったことが2色だと思ってるからやっぱり8番2番は2色切り進行でいいと思っていて、えー、とね6番に白色つけたからまあ145まあ14に2の使ったら勝ちかなと思ってます。はい8番つめます。以上。6番のプレイヤーは。 発言ししてください狼さん僕噛まないい狼狼ん僕まま人権負けすすよはい、解説しますねじゃあ一番さんまず4番さんが狩人だったら可能性があるから釣るんだったらもう霊能しか釣れないじゃないですかって言ってたじゃないですか4番さんの回はよく思い出してくださいねこの人霊能まず審議つけてもう今日別に8釣ってもいいんじゃないかってしかもこの状態で新郎新郎言い出しましたね。 9番が2に白出してて、霊能を使用して、新郎新郎でどうやってそれ釣られる、いるく意味あるんですかマジで。やばいだろ。9、2に白打って、釣られに行ってるんですよ、新郎新郎で。なおかつ、8、9で8番が相方で、例えば8、3新郎だとして、8番が圧倒的に新名がこれあんまりないって言われてる状態で、うん、3番が霊能使用するわけないじゃん。だからありえないんですよ、ま、その世界軸がほぼほぼ。うーもう0.1111%ぐらいですよ、そんなの。追えないでしょ。 だから、カリウを出してグレー詰め。<laughs> 4番が8番をる提唱するんであれば、この人絶対カリウと言いますから。はい。うん、そうなった場合って、9番を真決め打つってことは、グレーの幅を狭めるわけだから、自分がカリウドであれば提唱するはずです。しないってことはないですよね。はい。そういうことです。はい。OK ですかだからグレー詰めれるんですよ。絶対言うから。8詰めする場合。僕カリウドです。絶対言うけど言わないでしょ、この人。黒いね、4番さん。やっぱ黒いっすよ。いやー。4番と白いね。あ,ねあれあれです。に関してはもう分かってない。 分かってない。あの、誰かが言ってたけど、8級の相方が一番にいるって言ってたけど、逆にその出てる状態で言わないっすよ、だから。言いません。はい。今日は8詰めますね。9噛まれても僕絶対勝ちますよ。はい。それで結局ね、まあ、僕が狩りうかもしんないから今日9番守れるかもしんないですね。どうします ?9 噛まんかったらもうゲームセットですよ。ねえ、心理戦ですね。どうでしょうね。今日は8いきますね。 いや今日8いくなら昨日グレイ K は何のためにスタ <laughs> マジで,のです5の五のおかしいとこはそこかな読み持っとくか8番のプレイヤーが選ばれました 8番のプレイヤーは発言してください。さい,いやーでもそれでも3番さん行ってくれ。うーん俺のシーンを追ってくれや。誰かしら頼むぜ。うーんまあおそらく3番の方ってのは1番か5番かな。どっちかだと思ってますよ。これはね。うーん。 なんでかっていうと、一番さんの今日の発言っていうのは、一番最目線って結局どこに来たのかはっきり明言しなかったことなんだよね。そこが一番さんの黒要素かな。うん。一番さんってまず9番に対して強靭を追っているならば、なおさら一番最目線って2、3進路。で、あるならば一番最後になおさら3番さん行かなくちゃだめだと。一番3目線ってその発言が出なかったこと。かなうん。 いや、でも5番さんさ、だから俺言ったじゃん。ずっと俺は2番さんの方が偽。で、2番さんが狼、俺目線ってのは9番さん強人だから。だからずっと2番さんのラインを考察して追ってたの。2番の相方ってのはどこなのか。で、俺目線ってじゃあ7番さんいき、普通に27狼、9番さん強人が一番しっくりきたから、だから俺は7番さんのこと俺だっただけ。何が間違ってるのなる、まあ、うん、うん 6なのかない。しかーいやー、1じゃねえ。俺のレ、ね、ア結果、もう一度見ておいてくれや。なんでよ。4なんかなぁ。確かに俺はあの時点で2ん3、3番さんだったら、俺は2万3が2 0 0だと思ったから、俺は番さんにいたけど、俺の目線でも3万3か、まず2さん白結果あってるから、3さんのオオカミが確定になると3、4っての見えないし、まあ、まあ、まあ3、4って見えないんですかねまは一番ないと思うけどな、今んとこ。って感じですね。うんうん。 いやシンプルに勝ちなきゃせけな。一番白だ<も>ったらいっいな。は,ね、はい申し訳ない。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。お前白。見る相手を選んでください。マジか。 もなくねいや5だ気がする <laughs> 外しまくってっけどいや5五でしょだったらいやーてかなあいやー2っつった村代わりてか僕はグレーメ言うべきだったかそれ言うとなんか偽がさがりそうだったから言わなかったんだよななんかグレーメに持って行ってました明日決め打ちしてもらおうとしてるみたいな いかなと思って。昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してください8黒まあじゃあ4か5って感じですよねまあもう3は新ん決めっていいでしょうはい9が新ん6白わしも白なんで えー、いいんじゃないですか ?4、5。4でいいんじゃないかな ?4、8?4、8じゃないかなすいませんね、9番さん、わし。わし、9番さんになんか言われたけ、なんか、そうか、と思って。なんか、ちょっと9番さん偽なんかなって思ったんだけど、そうじゃなかったっ、ね。箸で言ってんのかよ。はい、8黒。なんでそれで、まあ、仮に合ってたとしても、 なんで4の仮稽がなかったら2戦になるのか分かんないわ。4かで、新決め打って、2で強陣が落ちて、8。ああ。もう1オンロラでいいんじゃないですか。いいっすよ、それで。もう、わしは9がもしも陣人外だった場合っていうのはもう負けでいいかなと思うんで。1オンロラでやりましょうか。1> 1 一四ロラ。五番。これな届くない一二。うん。一四ロラでいいっすわ。マジで。はい。かな四八ローロー二強陣。ね、やっぱ二番が強人だと思うのは、やっぱり、まあ、ただ、なんか、陣返りがないとかって言うけど、ただ、救いは、悪魔の考え方しとる系だと思うんですよねただ、救いはまだねー、二番が敵陣だったら、無理してなかったから。思うことが普通だと思うんでまあ、まだマシだったね。一が白なら。 なので、わしは今日4番さんに入れます。今日一応のランでいいですよ。はい、以上です。バイバーイ。3番のプレイヤーは発言してください。さいまあ4番でいいんじゃないですかね。やっぱ初週の殴りって不当だよね。まあ4番さんいろいろ言ってくれてますけど。いや、あの、4番の言い分も確かに分かるんだよ。その8番から始めた場合って、って感じね。その黒結構したらって話だけど。 あのそれは俺が霊能者っていう能力だから8番の色見れるけどじゃあ仮に初週で8詰め,た詰めてじゃ8黒結果見えたとしてもでも村目線って結局さじゃあさ3人の実証、えー、2番の霊能者が例えばもしくは8番がコ黒になった場合はいいけどで2番が8白打った場合ってどうなるのっていうケアまでいるんだよねあの初日占いから釣るっていう進行だった場合は。 それってさ、迷わない村、村で考えると。俺村だったらだってめっちゃ迷うもん。八どっちなのみたいな。うん。だから、まあ、グレー攻めだったらいいけど、あの、初衆の占い攻めってマジでないと思う。ないと思ってるよ。本当に、それは。うん。進行が間違ってるっていうか、蜂攻めはないよ。さすがに。いけないかな。俺も。うん。だそれを言ってるんだけど、それを理解すでに4番って、あのひたすら3番に攻め、3番に攻めって言ってるんでしょ。うん、それのみで。 な、うん何でいけないの ?8 番さん3番さん見て8番さんいけるでしょみたいな。いや、いけないでしょっていうね、お話なんですよね。うん。その殴りも不当だったしね、結局。うん。って思ってますね。だ俺、81か84で見てたんで、はい、全然4番さん詰めれますけどね。うん、84かな一番の昨日の9番のちょっと偽っぽいなっていうのは分かんなかったけど、なんか1番んあ、1応なんでいいですよみたいなのもなんかあんまり女将っぽくなかったしね。うん。4番でいいんじゃないですか 4番のプレイヤーは発言してください。さいおかしいんですよ。3番さんがもし強人、または狼やった場合、で、それで真鬼滅っていうのも絶対ありえないんですよ。それ意味わかりますだ ?1 番さんが3番さんにもし1番さんが黒やった場合、3番さん強人だと思って、あの、それでケアしてる。普通に考えてそうでしょ。うん。14ローラーでいいですよって。うん。じゃあ、 5番さんの精査を、5番さんじゃ隠しろで置いていいの ?5 番さん視点でおかしい発言してたんだが、だ俺が7番さん占いっていうのはこういう観点からありえないよって言ってるんやったら、5番さん視点で言ったら俺は白くなるはず。うん、やのに、その5番さんをすっ飛ばして、1番さんがその,その発言した時点で、1番さんはほぼほぼ、うん、黒だと思う。うん、<laughs> で、3番さんがもし強靭やった場合っていうのは考えてないですよね。うん だそ,こそこの観点が全部抜けてるまあ5のそれはクロースではないですけどね、うん、こう届かんくなるよなそらそんな感じかなだから今日は1番さん行ってください5番さんシ渋視点とか持ってるんやったらばおかしくはないはずやのに14ローラーでいい 4番3から詰めてください。3番3強人っていう可能性もあるよね。やったらば、一応ローラーっていう言葉は出てこないんですよ。やったら4番絶対つってください。3番偽可能、偽の可能性があるんで。っていう発言になるはず。それもできない1番3っていうのは黒だと思う。3番3強人っていうのにかけてるかなと思っていやー、これで後届かないな。です<え>どう思います皆<ご>さん。4と5取ったと思います。発言,ま発言してください。 まあ結論4番からいこうかなと思って、これは3番と6番の思考を借りてですね。まあ続いたら、1番と俺が頑張る勝負かなと思ってるんだけど、1番って2番の偽を決めって、8番の偽を決めってっていう思考が俺と同じなんだよね。でも4番って昨日の段階で振動ケアを負った視点がっとね不思議と言ってるんだよ。だったら、あの、2番詰めるんじゃなくて3番詰めるっていう思考にならないとダメだから4番が黒いって言ってるから。 別に占い位置の観点は別に誰でも言えると思います。はい、おかしいよねって言ってる指摘に関しては誰でも言えると思っているから、まあ、4番かなと思ってます。だから4番、8番人狼で結論終わるんじゃないかなって思いますね。まあ、8番のニソソは、まあ、PP なのにダラダラ喋ってることがもうこれだけで殺せると思ってるんで、まあ、8番人狼の4番人狼かなって思います。以上。6番のプレイヤーは発言してください。とりあえず、 1>, 1番は弾きますね。もうこれはもう以下同文ですね。まあ、もう一回説明したら、僕は1番さんがその最初のやっぱパ,ーパワーだと思ってるんだけど、やっぱその1で、例えばこれだから81狼だったとして、僕はそのフレーズが出ないと思うな結構パッて出た感じはしたんですよ。なんか考えて言うってより、もう無意識に言ってる感覚をすごい感じたんですよ、1番から。あ、この人、が普通になんかそういう風に思ったことを言ってる人なのかなと思って、僕最初村人マークつけたんですよ。 その後の発言で、まあ、2週目に関しても、まあ、言ったら9番のシーンを結構追ってるにもかかわらず、1回ひっくり返したじゃないですか。あまりメリットないかなって、それだったら切ってる方のがまだ進行的に強いと思うから、単純に分かってない人なのかなと思いまして、1番は弾きますね、まず。<ー>で、4番と5番なんですけど。頑張れ。4番が、これ言ったら、あの、新療ケア、例えばするんであれば、今日3番行くんじゃないまず。 そこを提唱するんであれば。割り、あるよ。また全然。ワンチャン。<laughs> あるよ。潜伏狂人がいて、新郎ケアさんって今日3番なのに何で一番行くのあなた。え、そうじゃないのあなた。全然ありますよ。これ普通にまだ、盤面的に。3番を、新決め打って、って3番が明日噛まれなくて。三、ね、3番置いて新郎郎で、普通に3人。占いが出てて。今日3ずり全然ありますよ。三人展開になるから、それで,で。かかるんですよ。そ,そこまで提唱するんであればね。 別に3つってまして続きますか絶対。この場面だったら。普通に。3が狂人か狼かわかんないですけど、釣れば絶対安定し、これ続くんだから。3決めつばい2名は増えるから。なんでうん。そこかなやっぱ気になるのは。4番と5番だったら僕は4番の黒が四4番行きたいなと思ってるけど。それぐらいですかねはい。4番行きます、ね、あるかない,あいや、5だと思うな。5に関しては直前の4がさ、まあちょっと突飛なこと言ってるから突きつきやすいだけで、別に。 白いことは言ってないと思うんだけどな四番のプレイヤーが選ばれたゲーム終了人道の勝ちです三号おらな 今一瞬ミスったと思ったー。 だったね。本当にね。オオ狼塾で終えたとき、4番絶対ないって。一応ね、7番の推理はね、1周目、これ1周目から取ったんだけど、3番と試行するやつであのが、まあ、騎士っぽいなと思って、7番襲撃です。いや、もう、一応はうまいわ。ごめんね。これはね、うまいわ、普通に。終えんわ。 いや追えないっていうか、2番釣りっていうのは一番なかったと思うんですけど、巨人やったらスライドする意味全くないんだよね。で、2番が人外の場合、スライドする意味が全くないって。うん、だから2番っていうのは絶対釣ったらあかんと思うんですよ。で、2番釣った上で8番が2セット分かった状態で4番狼は絶対ないって、4ってまっ先に8釣り殺そうとしてるんやけど。 でもさ、グレー詰めしてたらさ。最初5番さんと新郎新郎やろうかっていう話で、なんか892が出てきてくれたからって感じなんだけどね、俺的にね。ええー。でもさ、グレー詰めしてたら、さあ、8の色も分かってたくねえ、これ、2釣りがやっぱ弱かったと思いますけど、23釣りが、23投票がやっぱ弱かったと思いますけどね。私のシーン決め打てるんだったら、グレー詰めて、占い幅狭めて、で、カリーも出てもらって、 うん、3釣りでも2釣りでも弱かったですね。私の新規見んだったら、<ー>言ったけど、グレーをまず詰めます。例えば1番3釣ります。で、えー、っと、7番3出てきます。だったらもう3択でしょ。私、4、5、6の。で、どっか占うでしょ。も<う>で、8番3釣るじゃん、ね。どうしてもね、もう2番3釣りたくてさ、もう2番3さって言っちゃったも2番3投票で。<laughs> え、だからさ、 それが弱いんだ,だからそ最後考えればいいのよ23の話はあの最後まで残ったらねでさ8番さん釣るじゃんで8番さん釣ったらさ兄さんがさ分かるじゃん色が8番の色がそれで考えればよかったじゃんいずれにしてもやっぱれあの占いの真偽が分かってる状態なんだったらグレー詰めて私の占い幅狭めてもらった方が強かったって思いませんかね いやー、ごめん、どっちがいいんやろうなーって思ったけど。ねえ。占い釣りだけは絶対ないですね。い<や>占い釣りだけは絶対なしですね。僕、だから遠ポジで頑張って一応言ったんだけど、<laughs> 申し訳ないな、もうなんかも、あま、たそれだったら多分また上がってたかもしれんけど、あ最後ミスりしちゃったからね、ごめん、本当に。いや、それも正しい進行ってのもわかってるんだけど、5番が狩りを見つけ出したいだけなのかなって思っちゃった節があったんよね、7番。 いやでも、も俺をオオカミで追ってくれてんのは助かったわ逆に。<laughs> でも、ハチさんは俺人外って普通に思ってたけん。ああ。てか、霊能に手つけ,るつけた後にハ釣るっていう進行も結局それったらグレー先っつってハ釣って、霊能の審議最後にした方がよくないですかね。なんか、1釣り目も2釣り目も弱かったですね、村は。 あーそうですね結局8つるならねまあそうですねグレーズ名私が提案してなかったのはやっぱ一番結局6番さんまで出なかったから私が言うべきだったですね安子申し訳なかったですね占い先もちょっと弱かったですね 申し訳ないです。お疲れ様でした。お疲,したお疲れ様です。